世界が終わる13日、その始まりに私は目覚めた。開演の時間です。週末を迎える宴、誰もが悟っているんですね、世界の終わりを。ああ、最後の13日だ。撤退しますか？もう遅い。何をしている？来るぞ。スノー、知っているはずだな、私が何者であるか。ああ、知ってるぞ。解放者。伝説は語る。闇を断つ閃光。囚われし魂の解放者。滅びゆく世界に降り立ち、魂を最後の救いへ導く。自由がよ。話が！俺を殺しに来たんだろう。終わりだな。死神だな。俺をぶっ殺して魂を救ってくださるわけだ。そう願うなら叶えてやろうか。それが答えか、ライトニング。まったくもう無理しちゃって。ダメダメ、命を大事にしなきゃ。悪魔か、あのガキ。死神の次は悪魔か。呪われているな。誰にも邪魔はさせねえ。たとえ悪魔と死神、解放者を敵に回してもだ。
数百年の歳月が私たちを変えていた。かつて共に戦った仲間スノーは享楽に浸る宮殿の主、そして私は解放者、カオスに飲まれていく大地に遣わされた神のしもべ。なあスノー、遠い昔私たちの間にはセラがいた。お前が愛した私の妹、今はもういないセラの、私たちを結ぶ絆だったあの子の代わりに、私がお前の魂を長い苦しみから解き放つ。それが私の最初の使命だ。さあどうすればいい？導いてくれ、ホープ・エストハイム。ホープだけでいいですよ、ライトさん。今はスノーの確保が最優先です。ライトさん、追ってください。運命だったな。閉じ込められた。非常時用のシャッターが作動しました。この場の安全が確保されれば開くはずです。魔物を全て倒さなければ安全とは見なされないだろうな。
戦いの果てに何が見える？閃光はついに舞い降りた。解放者とは破滅の予兆か希望の到来か。私は希望にかけたいのです。あなたが誠の解放者ならば、ここから先戦いの備えが必要でしょう。確認した。誘導を頼む。了解です。急いでください。スノーが何を目指しているか見当はつくか。宮殿の奥に強いカオスの反応。そちらに向かっているようです。カオスの源にたどり着いて、あいつが何をするかだな。カオスと戦うつもりなのか、あるいはカオスを求めているのか。本人に聞くだけですね。急ぎましょう。障害物の高さを確認。ライト、先ほどスノーが大使と呼ばれていたことに気づきましたが、スノーは今この町を治める支配者なんです。スノーが大使様とは、あいつだ。再生を導こう。戦いの果てに何が見える？見抜いてますね。その通りです。気さくで頼れる大使スノーは市民の人気も上々でした。でもそれも過去の話です。今のスノーは宮殿にこもり、毎晩のように宴を開いて遊びほうけているんですよ。その割に楽しんでいるようには見えなかったね。あいつの瞳に見える虚しさ。よし、ただ進むだけだ。どうということはない。
脳を見失いました。妙ですね、行き止まりなのに。しかし怪我あるのだろう。あたりを調べよう。時代の犠牲者か。カオスの根源は宮殿の奥にあるらしい。以前のスノーも。お前は一体何者だ。カオスと戯れてみせるなんて、ただの人間とは思えないが。へえ、ちゃんとカオスが見えてるんだ。神様に作られたしもべとは違うみたいね。
悟るんだが、振り返る暇はない。やっ、解放を願うのか。失われた時へ帰れ。一つでも多くの情報が欲しい。カオスの分析を続けてくれ。僕もそうしたいんですが、すいません、カオスのことははっきりわからないんです。なんというか見えにくくて。見えにくいだと？ええ、センサーの限界でしょうね。そこにカオスがあることはわかるし、内部を調べることもできるんですが、時々何も見えなくなることがあるんです。すみません。施錠されている。破れるか。力ずくでは困難でしょうね。開けないか調べてみます。少し待ってください。扉の向こうはカオスの渦か。そんなところにスノーはいる。もう正気とは思えませんね。無理もない。希望を見失ったまま何百年も生きた挙句、もうすぐ世界が滅ぶんだ。普通の人間ならまともではいられないさ。スノーの心はもう壊れてしまった。そういうことですか。信じたくはないがな。まずい、発見されました。一旦撤退しましょう。ここまで来て引けるか。私だけなんだ。セラを亡くした痛みをあいつと分かち合えるのは。ええ、そうです。スノーの魂を救ってやれるのは解放者であるあなただけです。だからこそ自重してください。あなたが倒れてしまったら、救えるものも救えないまま世界が終わってしまうんです。分かった。箱舟に戻してくれ。分かりました。痛みを分かち合えるだの、魂を救ってやれるだの、思い上がりもいいとこよ。たく解放者様と来たら一体何様なんだかね。私は過ちを犯した。それは取り返しのつかない過ち。私はたった一人の家族を、妹を戦いに送り出した。私は妹を、セラを死なせてしまった。私は自分を許せなくて、けれど自らを裁くこともできなくて、いつの日か
妹の魂を救いたい。それだけを願って死にも似た眠りについた。そのまま永劫のような幾百年かが過ぎ、やがてその輝きに触れた時、私は悟った。光は形なき神の姿、この世を滑る思考の存在、神々の中の神の名こそブーニベルゼ。光は神の声だった。輝きは大きな意志となって私に告げた。私が神のしもべとなり、神に下された使命を果たせば奇跡をもって報いると。私が死なせてしまったセラを、かけがえのない妹を再び蘇らせようと。思考神ブーニベルゼの命に従い、私は人々の魂を救いへと導く者、解放者となった。ライトさんに聞いてほしい話があります。とても大切なことです。